エルネスティーネ・シューマンイコール・ハインク。エルネスティーネ・シューマンイコール・ハインク。エルネスティーネ・シューマン・ハインク。1861年6月15日から1936年11月17日はオペラ歌手。巧みなコントロールと優れた音色、美声と広い音域によって、著名なコントラルトであった。旧姓は、レスラーで、少女時代は、エルネスティーネの縮小型による愛称を用いて、 ティニと呼ばれていた、チニ・ロスラー。プラハ近郊のドイツ語圏である、ショートシリーベンに、オーストリア人として生まれる。靴職人の父親ハンスは、以前は、オーストリアの騎兵隊に仕官していたのだが、19世紀に、オーストリア領であったイタリア北部に駐在中に、シャルロッテ・ゴルトマンと出会い、結婚して、リーベンに連れ帰ったのであった。エルネスティーネがまだ3歳の時、レスラー家は、 ベローナに転居した。1866年に広島戦争が勃発すると、一家はプラハに逃げ延び、エルネスティーネはその地のウルズリーネ女子修道会の不学校に学んだ。終戦後に、一家はクラクフ近郊のポドグロズイ、ポッドグロジーチに移り住み、エルネスティーネが十三歳になる頃、今度はグラーツに越した。この地で彼女は引退中の元オペラ歌手。 マリエッタ・フォン・ルクレールに出会い、その声楽の指導を受けるようになる。1877年に、グラーツで、ベートーベンの第9で、コントラルトとして、歌手デビューを果たす。翌1878年10月15日、ドレスデン宮廷歌劇場で、トロバトーレのアズチェーナ役で、オペラ界にビュー。1882年に、同歌劇場の秘書、 エルネスとハインクと結婚し、四人の子を設ける。これによって、ハインク夫妻の契約期間が脅かされるようになり、二人して同歌劇場の職をやにわに去ることとな。夫は、地方の税関に職を得て、間もなく、ハンブルクへと移った。エルネスティーネは、ドレスデンに泊まり続けて、歌手活動を続けたが、ようやく、ハンブルク歌劇場に地位を確保した時には、 夫を拒むようになっていた。夫エルネストは、ハンブルクの政官会から、ザクセン人が追放されたのに伴い失職し、仕事を探しに、ザクセンへと旅立っていった。エルネスティーネは身重であり、夫について行かなかったのである。1893年に離婚がなると、同年に、俳優パウル・シューマンと結婚して、シューマンイコール、ハインクと名乗るようになり、さらに三人の子供を設けた。 今度の結婚生活は、1904年に、夫パウルと死別するまで続いた。ハンブルク歌劇場の監督とプリマドンナのマリーエゲッツェが居酒屋を起こした時、エルネスティーネに突破口が開かれ、大役が転がり込んできた。劇場監督からカルメンの主役を演じるように依頼され、リハーサルなしで大評判を取ったのである。マリーエゲッツェが、当てつけがましく、 翌日の夜に上演予定の予言者のフィード役でキャンセルしたため、再びエルネスティーネが代役を務めた。その翌晩のローエングリンのオルトルート役でもリハーサルなしでゲッチェの代役をこなし、10年間の契約を結ぶことができた。ロンドンのコベントガーデン王立歌劇場ではマーラーと共演し、バイロイトでは1896年から1914年まで、 バイロイト音楽祭におけるワーグナー作品の歌唱によって名声を馳せた。1898年にニューヨークのメトロポリタン歌劇場にデビュー、それから数十年間にわたる関係を結んだ。1900年には数多くの録音を残している。1905年にマネージャーのビルヘルム・ラップ2世と結婚する1915年に離婚。 新婚の夫の不動産をめぐって、ドイツで訴訟合戦が繰り広げられる中、彼女は1905年2月10日にアメリカ合衆国に帰化を申請し、1908年3月3日に最終認定を受けた。ニュージャージー州モントクレアのコールドウェルマウンテンに新宅、ビラ・フィデスを構え、1906年4月から1911年12月まで夫と共にそこに住んだ。 その後は、1910年2月に、カリフォルニア州サンディエゴに2トル平方の土地を買い、生涯のほとんどをその地で暮らした。1909年に、リヒャルト・シュトラウスのエレクトラの初演において、クリュテムネストラ役で出演。この作品について、彼女自身は決して高い評価を与えていなかったことを認めており、一方のシュトラウスの側はというと、 彼女の演技にほとんど心奪われなかったという。一説によるとシュトラウスは、リハーサルの間、オーケストラに向かって、もっと大きく、まだマダムシューマンイコールハインクの声が聞こえるぞ、と叱りつけていたという。第一次世界大戦中は、アメリカ国内で演奏旅行を行い、戦争への義援金の拠出に協力したが、彼女の身内は二つの陣営に引き裂かれていた。 貿易商人の息子アウグスト・ハインクはドイツで従軍し、海軍の潜水艦で活動した。一方、義理の息子、バルター・シューマンと実施し、ハイン・リヒ・ハインク及びジョージ・ワシントン・シュームはアメリカ海軍に入隊したのである。1921年には来日し、帝国劇場でリサイタルを開催した。1926年のクリスマスに初めてラジオ放送に出演して、 清子の夜をドイツ語と英語で歌う。この習わしは1935年のクリスマスまで続けられた。1932年にメトロポリタン歌劇場で最後の出演を果たしてから、その後は毎週ラジオ番組で活躍した。1936年に白血病により急性。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。